はい皆さんこんにちは行政書士合格の取説野端のズバッと重要論点ポイント解説講義第9回目を行っていきますよろしくお願いしますはい第9回目からが行政法編ですね5回分が行政法ですで行政法に関しては正直理解がなかなかしづらいんですよねイメージがつかなかったりとかして理解がしづらいで理解がしづらいから覚えにくい で覚えられないから問題が解けないこの悪循環に陥るケースが非常に多いのでまずこの5回を通して行政法で一番大切なところについて理解をしていただきたいでこれから勉強してたくさんものを覚えていく前提と、ね、していただきたいわけです、はい、まず今回は行政法について見ていきます、まあ、行政法全体的なものも含めて話をしますでまずテキストとしては はい、6ページ、行政法編6ページを出してください。一番最初に勉強したテーマで、法律による行政ってありますよね。はい。で、このページ、下あたりにスペースがありますから、ちょっといろいろ書き取っていただきましょうか。まず、全体構造を説明します。で行政活動っていろんなものがありますよね。で、いろんな行政活動がある中で、一番、 国民にとって危険性が高いと考えられるのが、書いていきますが、行政行為です。まあこれ、学術的に行政行為と言っているわけですが、現実世界では処分って言ったりしますよね。はい。どんなものをイメージしたらいいかというと、例えば税金ですよね。税金について、まあ課税処分という形で払え、 と言われるで払いと言われたら、私たちは払わなければいけません。税金払うことに同意しているかどうかは関係ない。払いと言われたら払わなきゃいけない。そして、まあ、別の切り口から見ていくと、例えば、ね、最近、ゴミ屋敷のゴミっていうのが問題となってますけども、そういったものを撤去しなさいと言われたらいかにその人が、ね、ゴミではないと。 私の大切な宝物だって思っても撤去しなきゃいけないんです。納得していなくても行政から言われたらそこに義務が発生する。民法的に言ったら債務が発生します。これ特徴的ですよね。で、さらにこの後のステップとしてもし税金を払わないとか全然ごみ屋敷のごみを撤去しないっていう形であると次は行政上の強制手段という。 形を取ります次回の講義範囲なので、まだそこまで見ていないかもしれませんが、はい、行政上の強制手段というものに移ります。例えば、払いという行政処分に対して払わないとすると、私たちの財産は、強制徴収という形で差し押さえられてしまいます。 ゴミ屋敷のゴミの撤去に関しては、撤去しなければ、聞いたことありますか、行政代執行という形で、それこそ業者がやってきてね、ゴ、は、ミ、い、を撤去してしまうわけですよ。つまり、行政行為で払えとか撤去しろって強制的に義務を課せられて、それを無視すると、また今度行政が強制的にやってしまって、行政目的が達成されますよ、なんていう話なんです。 はい、まずこの、ね、2つの部分、特徴的なんですよね、民法とは違うんです。これを私は通常講義では、アクセルって言います、自動車のアクセルね。で、どういうことかといったら、行政活動の迅速性なんですよ。 つまり民法だったら1対1でゆっくり話し合って契約を結んでよかったんだけど行政法の世界って政府が1に対して国民って1億人いるわけですよねで税金1億人にかけるわけではないんですがかなりの数の税金を、ね、かけなきゃいけないわけですよ。日契約ででやってる暇はないですよねだから一方的にやってしまうような行政行為って考えられています。 ただこれを無条件に認めてしまったらやはり国民の権利は侵害されてしまいます。ということでここから先出てくるのが、はい、この6ページのテーマである法律による行政ですね。はい、これも僕の講義だと法律は、ね、ブレーキと言います、はい。国民の権利を守るブレーキの存在。 これから先、行政法を、ね、ずっと勉強していく中で、法律という言葉が来たら、その背景には、国会があるということを理解してください。さらにその背景には、国民がいるということ。つまり、国民が選んだ代表者が作った法律があれば、この活動をしてもいいよ。 なければしてはいけないぞみたいなことで、えー、と国民がコントロールしてるわけですよ。国民が法律を使って行政活動ってコントロールしてるわけね。はい。これがあ法律による行政の原理の話。まあ行政法全体的な考え方の一つです。で、実際にじゃあ法律がないと行政活動ができませんって話にはなるんですが。 どんな行政活動に法律が必要か、逆に必要ないかってことを覚えてますそれは、この取説テキストの8ページのところですよね。はい。えー、法律の留保の原則で、侵害留保説っていう考え方。法律がないとできない活動は何でしょうかはい、えー。権力的に国民の権利自由を侵害するような行政活動。 それをするときは法律がないといけない。まあ、逆に国民に恩恵を与えるようなそういった行政活動ならば、まあ、国民が不利になることはないですから法律がなくてもできるというそういう考え方ですね。はい、ここはね、よく出てくるところなのでしっかり押さえていただきたいです。で、その下のところにあらかじめ書いておいたのですが。 はい、少し書き取っていただいてそこから話を聞いてください。ふ、まあ、普段ね行政がやってる活動っていくつかにこう区分できるんですよで。まとめてるのがこの書き取っていただいているものなんですが例えば縦ね上が権力的下が非権力的権力的って一方的ってことね非権力はそうじゃないで横軸が侵害的、受益的。 侵害的は国民にとってマイナスだ。受益はプラスだ。ですね。なので、例えば現実世界に即してみると、営業停止の処分。飲食店に対して営業停止をお願いする。営業停止をしなさいという。これって、一方的に営業停止をしろって言ってくるから、権力的。そして、営業停止って営業できないから、マイナス侵害的。権力的かつ侵害的。 2番なんかはどうですか公害防止協定。はい。まあ、これは契約でもって、まあ、1点以上の、例えばね、企業さんが排ガスを出してしまったら、損害賠償金払ってねっていう取り決めのことです。紳士協定って言います。これは確かに約束守れなかったら損害賠償金だっていう侵害的なものですが、協定って契約ですから、一方的ではないんですよね。その、 話飲み込めなければ契約しなければいいので非権力的。あとは補助金交付決定ね。これは一方的に補助金上げるとか上げないとかなので、これは権力的。で、もらえたらプラスですから受益的。あと最後の水道供給契約。まあ、これ弱地になったら水が出るのは、まあ、各自治体に対して水道供給の申し込みをして、で役所が承諾をしてる。 これ契約なんですよ。これは当然蛇口ひねったら水が出ますよっていう受益的なものですね。で、契約だから一方的ではない。非権力です。こういった形で、こう、実際に活動を分けることができるんですけど、じゃあ質問ね。侵害理由補説っていう考え方を取ったときに、法律がないとできないのは、1、2、3、4、どれでしょうかそれは、 1>, 1番だけです。はい、1番だけ。権力的に国民の権利、自由を侵害する活動だけ法律がいるんだから、この1番だけが該当します。はい、1番の活動をするときは、法律の根拠が必要です。はい。まあ、あくまで侵害令法説っていう。 考え方に立った場合ね、細かいので取説には示していませんが、他の学説を取った場合はあの1番と2番が法律がありますっていうケースもありますしね。はい、それはケースバイケースなんですが、ちょっとこの辺押さえてみてください。はい、で書き取ってもらったら少し戻していきますね。はい、6ページのところなんですけども、改めて行政行為に目,目を移します。 行政行為って皆さんがこう勉強していく中で不思議な力いっぱいなかったですか国民の権利を侵害するような侵害しかねないような特殊な効力ってあったと思うんです、はい、そこを今回ね少し確認しておきたいので、えー、取リテキストを31ページを開けてください,い、はい、31ページに行政行為の効力ってありますよね 4つの不思議な力がありました、そのほとんどが、先ほども伝えましたけどね、行政活動を迅速かつ円滑に行うための仕組みなんです。これちゃんとね、4つの定義を押さえてください。難しい言葉遣いですが、4つの定義を最終的には覚えてくださいね。で例えば、肯定力ありますよね。これ何ですか さっき法律による行政ってお話をしましまた。だから法律がないときは当然危ない行政活動できませんし法律があっても違法なものだったらダメですよね。法律を超えてしまった違法な行政活動ってやっちゃいけないわけですよ。でも実は肯定力って行政行為が違法であっても国家機関が取り消すまで有効なわけですよ。 つまり税金を払う必要がないのに払えと言ってきた場合私たちはちゃんと手を挙げてそれおかしいから取り消してくださいねって言わないと有効なまま進んできます、はい、払わなくていい税金を払えと言ってきて放っておくと殺傷罪まで来るんですよね、はい、だから事業だととりあえず手続きは止まらないから 困ったら手を挙げて訴えろと、おかしな行政活動が起きたら、とりあえず訴えろと、で取り消してもらわないと、手続き止まらないからねっていう言い方をします。はい、これ、結構危ない活動だと思いますけど、やっぱり行政活動の迅速化って考えたら仕方がないですね。はい、そして次、不可創力。行政行為後、一定期間経過すると、国民側から争うことができなくなる。 そうさっき、おかしかったら手を挙げてくださいと言いましたが、手を挙げられる期間が決まっているんですね。ここに一定の期間ってありますが、これ、詳しくはね、えー、実際に行政事件訴訟法ですとか、行政不服審査法っていうところで勉強しますが、ちょっとよ予習的な形でね、条文集見ておきましょうか。今、映し出したのは、行政事件訴訟法の14条です。はい、今日はざっくりで構いません。 14条1項、訴訟は処分または採決があったことを知った日から6か月を経過したときは提起することができないそう、なんか税金払えって言ってきたおかしいよねから6か月以内に裁判を起こさないともう争えないんですよ。そして2項も見ると知ったかどうかは関係なく1年経過したときですね。 1>, 1年経過した時も争うことができないんです結構短いですよねこれが負荷総力ですやはり迅速性の観点からま早く全て終えたいわけですよだから3年前のあの時の税金関係おかしいぞって虫返しは避けてもらいたいだから負荷総力ってあるんです結構厳しいよね肯定力と負荷総力って揃ったら結構やばいわけですよ まず違法なものであっても取り消すまでは有効だ。国民が手を挙げて取り消してもらうまで有効だ。でも取り消してもらうために手を挙げる期間も一定期間とされています。6ヶ月1年。はい。これ結構危ないですよね。そして、自力執行力。さっきも確認しましたけど、税金払いとかゴミ屋敷のゴミ撤去しろに対して、それを国民が やらないとき、一日行政側は裁判所を使った差し押さえとか、裁判所を使った代執行はしてきません。やっぱり税金滞納者ってね、たくさんいるわけですから、いちいちその滞納者一人一人の財産を差し押さえるのに、裁判所を使うとパンクするわけですよ。だから、裁判所を使わずに最後の強制手段まで持ち込むことができる。これも非常に怖いですよね。 ですから、負荷変更力だけは若干性質が違うんですが、この肯定力と負荷総力と自力執行力、この3つについては、やはり行政行為、行政活動の迅速性とか、あとは円滑性ね、そういったものが重視されるためです。はい。 なのでもちろん覚えていかなければいけないことはたくさんあるんですけどいや、なんで行政行為ってこんなに厳しいのかなとかね、いうふうなことを考えたときに、常に行政行為は迅速性とか円滑性を考えているからです。はいということを、まあ、今回、お話ししたかったんですね。これをベースに、まあ、細かいところをしっかり覚えていき、問題を繰り返しておくというのが一つ、まあ、行政法をね、まあ 攻略するポイントです。あの好きになってくれとは言いません。行政法ってねなかなか好きにならないと思うんです。せめて嫌いにならないとね好きにならなくてもいいけど嫌いにならないぐらいであの淡々とやっていけば得点には結びつきますからね。はいなので取説のテキストを見たときにうんって思った方いるかもしれませんが今回授業を聞いてもらってねまた改めてテキスト見直してください。 あ、なるほど。迅速性だから、この規定があるのか、みたいなことが分かってくると思います。はい、では第9回目以上とします。第10回目もう一度切り替えますがえ、第10回目がまあ、今日も出てきましたが、行政上の強制手段の話をします。役所の命令を無視したらどうなるのかってことまあ、今日大執行とかね。強制徴収とか少し出ましたけども、より具体的な話をしていきたいと思います。 はい、では第9回目以上とします。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。